はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は公式さんから、はい、来月のコミュニティイベント、こちらが発表されましたんで、今回そちらをお知らせしていこうと思いますか。ガチャンのー、ケースケ実況のー、ケースケです。ポン!ということで、コミュニティイベントって何かって言いますと、今これヒーロー使い放題イベントやってますよね。これね、先月、もう全プレイヤーが稼いだダクエリの量に応じて、ヒーロー工事中でも使えるようにする期間が増えていくよみたいなイベント、先月末あたりにね、やってたんですよ。で、今日からですね、イベント、明日からかな?イベントが始まりまして、で、今回はね、援軍を寄付すればする。ほど、なんと、後期期間がね、短くなるっていうイベントが来月、はい、始まりますんで、今回ね、そちらを皆さんにお知らせしていこうと思います。なのでクラクラ動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとね、今年の目標は登録者11万人なので、まだ登録してない方、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速、来月のね、イベントについてお話ししていきましょう。レッツゴー!課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい、そしたらですね、イベント概要を、見ていきましょう。クラッシュオブクラン12周年に向けて、建設速度が 12% アップします。もう12周年に、ちなんでですね。で、8月2日に正式に12周年記念イベントが始まると、ユニットを寄付することで建設速度ブースト期間を最長29日まで伸ばすことができます。最終目標である29日間のブーストを達成するには、8月2日の17時までにクラッシュオブクランのプレイヤー全体ですね、コミュニティ全体で450億枠のユニット寄付を達成する必要がありますっていう感じですね。なので、もう8月2日に本当450億枠の、はい、援軍寄付、みんなでね、達成すれば、これ8月いっぱいまで、はい、8月31日まで、建設スピードが 12% アップするっていう、イベントになります。で、ちなみに29日間に達しない場合、まあ450億枠に達しなかった場合は、まあ、その援軍寄付枠に応じて、7日、12日、17日、または22日になりますとのことです。で、気になる方もおられると思いますが、このイベントでは、寄付された収容、収容スペースをカウントします。まあ、枠数ですね。ドラゴンだったら、20枠、はい、寄付したことになるっていう、ことですね。で、これありがたいのが、クラン対戦の寄付とかも含まれるし、あと、呪文と突破兵器もカウントされますとのことです。ただね、突破兵器はね、これね、いくら寄付しても、1枠扱いなんですよね。なので、ユニットをね、どんどん援軍で、はい、もらっていくといいと思います。で、ブーストが始まったら、8月2日以降は、大工の拠点、そして自分の村のアップデート期間、両方に適用されますっていうことなので、大工の拠点でも、はい、適用されるよっていうことです。なので、例えば、俺今月ね、ゴルパス買ってなくて、そう、もう買わなくていい。最近気づいたんですよ。あ、買ってねえや、今月ってなって。ってこと、でも、今月はもういいやってなってるんですけど、まあ、12% アップって言いますけど、たった 12% かって思うかもしれないですけど、例えば、ゴールドパス購入されてる方だったら、これ 32%、はい、大工ブースト早まるんですよ。で、もしワンチャン、メダルイベントとかでも、なんかたまに大工ブーストありません?ありますよね?なんか、10% ぐらいの大工ブーストあるんで、これもし、もう来月メダルイベントがあって、大工ブースト 10% あれば、もうゴールパスと合わせると、42%、もう半分近く、はい、工期が短くブーストされるっていうことなので、これめちゃくちゃいいなって思います。なので、皆さん、はい、イベント、今日からかな明日からかなうん、ちょっとその点はね、ちょっと確認してなかったんですけど、始まりますんで、はい、そのね、イベントはね、こっちの新着の方で、はい、確認できます。進捗についてはね、どれぐらいね、みんな寄付してね、達成できてるのかなっていうのが、わかると思いますんで、そっちの方、ご確認ください。で、ちなみにね、イベント始まったら、はい、こんな感じでね、新着のところに、はい、表示されると思います。で、わからないのが、これ、何億寄付したら7日、で、何億寄付したら12日、何億寄付したら17日、7日が、ちょっとわかんないんですよ。はい、これ公式さんからいただいた画像なんですけど、ちょっとわからないです。まあ、とりあえず、450億枠、はい、プレイヤー全体で援軍ね、やりとりあったら達成できるっていうことなので、皆さん、どんどん援軍寄付して、そしてどんどん援軍ね、
もらっていきましょう。普段なんかマルチとかだとあんまり援軍もらわないっていう人でも、一応とりあえずね、援軍、申請しておいていいと思います。はい。そんな感じでね、イベントのお知らせ、はい、お話ししてたんで、最後にクラメンの全開リプレイね、いろいろ見ていきながらね、はい、お話ししていこうと思います。いやー、来月も楽しみですね。ま、できればまたヒーロー使い放題イベント、またやってきてほしいなって思いますね。うん。また、なんか2ヶ月に、2、3ヶ月に1回ぐらいやってきてほしい。めちゃくちゃ快適でしたよね。うん、そう、あと6日で、はい。ヒーロー使い放題イベントね、終わってしまいますね。皆さんね、注意が必要なので、はい。今のうちね、ヒーロー、工事しておきましょう。はい。なので、来月も楽しみ。で、来月は12周年、なんで、イベントもね、何かしら、はい、始まると思います。期間限定ユニットだったりとか、まあ、あとは、チャレンジか、はい、10周年記念の時みたいに、10年の歩みみたいな感じ、ハーランドコラボの時みたいに、こう、たくさんチャレンジやってきて、豪華報酬をもらえたりとかっていうのも、やってくるかもしれませんし、あとは、新ネア装備やってくるんですかね。俺ね、なんか前動画で話したんですけど、これで多分ほとんどレア装備出し終えたと思います。的なお話したんですけど、でもなんかワンチャンまだ出してきそうだなって思うんですよね。だってババキンがレア装備2つあるじゃないですか。ジャイアントガントレットと、スパイクボール。で、他のヒーロー、はい、アチクイだったらフローズンアローのみ、ボーデンはファイアーボールのみ、で、ロイちゃんはロケットスピアのみなんで、やっぱちょっとね、ババキンは2つあるのに、他のヒーローリア装備1つだけって、ちょっとね、不公平じゃん、というか、なんか、アンバランス感が否めないんで、ワンチャン、リア装備もう1個ずつ、アチャクイ、ウォーデン、で、ロイちゃんにね、1個ずつ、リア装備ね、追加してくる可能性全然あるなって、思いますね。はい。なので、まあ、12周年記念って周年イベントですからね、全然ね、出してくる可能性はね、あると思うんすよね。だから皆さん、はい、鉱石貯めれるうちに、はい、今のうちにちょっと貯めておきましょう。で、イベントはだいたいね、クランリーグが終わったあたり、だいたい8日とか9日あたりから始まりますんで、なので一旦、来月は8月の8日とか9日までは一応貯めれるだけ貯めておいて様子見して、で、俺の動画とか、はい、コミュニティ情報で、イベント、新レア装備の発表がなかったら、まあ、他の装備を育成していくみたいな感じでいいんじゃないかなって思ってます。さあ、次見ていきましょう。あ、ベルーガさんだ。はい、昨日動画でユニット320枠残し、ユニットを使わずに全開したベルーガさんの、はい、アタック、ちょっと見ていきましょう。はい、ということなんでね、ちょっとね、レア装備に関しては、ちょっと待機推奨かなっていうふうに考えて、おります。はい。まあ、ただ、レア装備、まあ、出たところで、鉱石足りないんで、育成しきれないですよね。そう、それもあるんで、だから、本当になんかね、もう周年イベントで鉱石めっちゃもらえるイベントとかもね、どん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 やってほしいなって、やっぱ思いますよね。もう本当育成できないですから。俺もね、いつも言ってますけど、レア装備、いつも廃課金で乾燥してるせいで、他のノーマル装備全然育ってないんで、ちょっとね、ちょっと、鉱石もっとくれないかなって思ってます。はい。あ、今回、ベルーガさんユニット使ってる、ちゃんと。ちゃんとドラゴン使ってる。そう、昨日の動画でね、320枠残しての全開、はい。したベルーガさん、今回はドラゴンちゃんと使ってます。なんか、ベルーガさんが、ちゃんとユニット使ってるとすげえ新鮮に見えんの俺だけかな。昨日の、ほんと320枠残しの全開、見た後なんで、すげえ新鮮。ドラゴン使ってますよ、皆さん。ほんと、昨日動画まだ見てない人、ぜひご覧ください。概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。まあ、もしくは俺のチャンネルページでね、昨日動画見れますんで、はい、飛べばすぐに見れますんで、ぜひご覧ください。すげえ、ドラゴン使ってる。なんで逆にユニット使ってるとすげえってなるこの気持ち何なんだろう。逆にユニット使ってすげえ、偉いよベルーガさんってなるの。俺だけかな。ちゃんとユニット使うんだこの人ってなる。しかもギリギリだ。ギリギリじゃない？あ、ギリギリでもねえか。ロイちゃん出してねえのか。あ、ロイちゃん出さずに全開取ってる。いや、ロイちゃん出さずに全開十分すごいんだけど、昨日のユニット使わずに全開見てるから、なんかあんますごいっていう感じしない。
ペースケ実況局ではただいまクランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってあるクランメンバー募集の動画をご覧ください。はい、そんな感じで今回はね、来月から始まるね、12周年にちなんで建設速度が 12% アップするっていうイベント、こちらね動画でお知らせしていきました。はい、なのでね、イベントが始まったら皆さんじゃんじゃん援軍寄付して援軍をもらっていきましょう。はい、ということでこういう風にカラカラ動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよって方がいましたらぜひほぼチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったらグッドボタンやコメント、友人やクラメンにシェアの方よろしくお願いいたします。はい、ということでそれでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。